これを組み立てるのがめちゃくちゃ楽しみです。皆さんこんにちは、重賞レゴブルダーひらげだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴスーパーマリオ決戦クッパ城チャレンジです。はい、今回の動画はこちらを組み立ててレビューします。はい、今回はこちらのセットを組み立てます。ちなみにこちらは2年前に発売されました。こちらはマリオの最大のライバルのクッパがモチーフのコースになってます。ちなみにこちら定価が1万3000円だったんですけど、僕は去年の年末に自分へのクリスマスプレゼントとしてトイザらスで8000円で買いました。レゴマリオ持ってる人だったら絶対に欲しいセットなので、これを組み立てるのがめちゃくちゃ楽しみです。今回付属するキャラクターはバブル、カロン、テレサ、そしてクッパです。はい、箱の後ろはこんな感じです。個人的に嬉しいのはクッパなんですけど、それ以外にカロンとテレサがついてきます。では開けましょう。ではいきます、せーの、よっと。うわー、めっちゃパーツ入ってる。はい、箱の中にはパーツが入った袋が全部で11個入ってます。さすが大型のセットですね。パーツの袋が10個以上入ってます。はい、それではクッパ城を組み立てます。動画の途中なんですけど、大事件が発生しました。今からクッパを組み立てようとしたんですけど、なんと、はい、不良パーツが入ってました。こういうことってやっぱあるんですね。レゴって不良品全然出ないと思ってたんですけど、まさか出るとは思いませんでした。ちょっと今からレゴジャパンに問い合わせます。はい、今レゴジャパンに問い合わせたんですけど、撮影日が日曜日なので電話対応はできなかったんですけど、一応メールで送信しました。パーツの交換の対応が来ると思います。なので今回の組み立てにはこのパーツは使いません。ちょっと違和感あると思うんですけど、そこはご了承ください。こういったパーツの不良品ってたまにありえるので、レゴジャパンに問い合わせて新しいパーツと交換することをお勧めします。
はい、完成、決戦クッパ城チャレンジです。いや、さすがレゴスーパーマリオですね。めちゃくちゃ完成度が高いです。ちなみに全部組み立てるのに1時間半かかりました。今回のクッパ城なんですけど、パーツ1個が結構大きくて割と作りやすかったです。正面はこのようになっていて、横はこのようになっていて、後ろはこんな感じです。はい、今回のコースに付属するキャラクターとアイテムブロックについて説明します。まずキャラクターはタロン、テレサ、バブル、クッパが入ってます。そしてアイテムブロックとタイムブロックが付属します。じゃあまずはこの人から見ましょう。もう説明不要ですね。マリオの最大のライバルのクッパです。僕このコース買った理由の一つがクッパのフィギュアが欲しかったからです。正面はこのようになっていて、横はこんな感じで、裏側はこのようになってます。まずこのクッパなんですけど、めちゃくちゃ完成度が高いです。さすがレゴスーパーマリオですね。正面から見るとめちゃくちゃ怖そうです。クッパは腕がこのように動きます。こんな感じでポーズを取らせることができます。それと眉毛がこのように動きますので、こんな感じで寂しそうな顔のクッパを再現することができます。はい、そしてクッパジュニアと並べるとこんな感じです。いやー、もうこれを待ってた。はい。いや、もうさすが親子ですね。大きさ的にクッパジュニア 1.5 体分はあります。はい、続いてブンブンと並べるとこんな感じです。ブンブンの腕が結構大きいので、なんか形的にブンブンの進化した姿がクッパに見えちゃいます。なんかこっちの方が本当の親子みたいです。はい、続いてはこちらのカロンです。ちなみにカロンについては、ノコノコのリカラーアイテムとなってます。正面はこのようになっていて、横はこんな感じで、後ろはこのようになってます。リカラー元のノコノコと並べるとこんな感じです。もう造形についてはほとんどノコノコですね。本当にプリントパーツとカロンカラーが違うだけです。はい、続いてはこちらのバブルです。バブルについては今までレビューしてきたセットに入ってるバブルと一緒です。なんかこれといって造形が違うとかはありません。はい、そして最後は僕が好きなテレサです。いやー、これがずっと欲しかった。発売当初、テレサを手に入れる方法が、このクッパのセットを買わないとついてこなかったんですけど、ついに手に入れることができました。ただテレサは今だったら手に入りやすくなってます。正面はこんな感じで、横はこのようになっていて、後ろはこんな感じです。ちなみにこれテレサの内部は、はい、こんな感じで空洞になっていて、このピンパーツが邪魔でしたら、こんな感じで取って、このように入れることができます。で、もう一回入れれば、はい、こんな感じで綺麗に収納することができます。こういうところが素晴らしいです。はい、そしてキャラクターパック3で手に入るテレサと並べるとこんな感じです。ちなみに正面を向いたらこのようになって、背中を向けるとこのように襲いかかってきます。いや、僕はこの2体を並べられてめちゃくちゃ嬉しいです。そして付属するアイテムブロックとタイムブロックは今までレビューしてきたものと一緒です。はい、それではクッパ城を見ましょう。もうでかいですね。さすがマリオのライバルですね。めちゃめちゃでかいです。まず正面部分はこのようになっていて、そしてこっから進むとこのようになっていて、そしてこの外壁の造形がめちゃくちゃすごいことになってます。そして正面にはクッパが橋の上に待ち構えていて、後ろには巨大なクッパ像があります。なんかこうして見ると、後ろのクッパ像がジョジョでいうスタンドみたいです。そして左側にはテレサがいて、右側にはカロンがいます。今回クッパ城なんですけど、ギミック盛りだくさんなので一つずつ紹介していきます。まずはじめはこちらのバブルです。この黒い部分を強く押すとバブルが飛びます。ではマリオなしでやってみます。はい、こんな感じです。じゃあもう一回します。では続いてはこちらのカロンです。カロンはシーソーの勢いでこの部分を強く押すとカロンが飛びます。では行きます。はい、こんな感じです。このギミックが結構シンプルで僕は分かりやすくて好きです。ではもう一回行きます。今回こちらちょっと力を入れたら簡単にカロンは倒れます。では続いてはこちらのテレサです。個人的に今回のクッパ城で好きなギミックの一つはこちらです。こちらはこのように回転して、でさらにすごいのがこれ、回転するとテレサがこのように独立して動いてきます。これはテレサの特徴を生かしていてめちゃくちゃ素晴らしいと思います。レゴマリオは後で乗せるとして、まず付属のカロンをこのように乗せて、こっからリフトを動かします。するとこんな感じで徐々にテレサが動いてきて、そして最後は
はい、こんな感じでテレサに押し出されます。はい、そして最後はこちらのクッパの吊り橋です。まずこちらにリフトがありますので、こんな感じで動かします。動かすと前の橋がこのように動きます。この橋のギミックを使ってクッパを倒すんですけど、この橋を動かしてもクッパは全く動きません。まずはここの部分を思いっきり叩いて、このクッパ像の両腕を後ろに持ってくるとクッパが徐々に近づいていきますので、クッパがここら辺に来たらこのギミックを使ってクッパを倒します。ではマリオなしで一回やってみます。クッパ像の両腕は思いっきり叩かないと倒れません。あー惜しかった。はい、こんな感じです。ちなみにこれ腕を一番上まで持ってくると、はい、橋がこんな感じで少し上がります。なので両腕を上げると、はい、こんな感じで橋の部分が急斜面になりますので、あとはこの部分を動かすと徐々にクッパが前進してきます。はい、こんな感じです。で、あとはここを動かしてクッパを倒します。これがね結構難しいんですよね。はい、こんな感じで倒れました。で、ここでクッパのカラーコードを踏んでクッパを倒します。ちなみにこれコツなんですけど、僕はもう片足を集中攻撃して倒します。そうするとこんな感じで倒しやすくなります。両腕を上げると左にはアイテムブロックがあって、右側にはタイムブロックがあります。はい、ではレゴマリオを使って遊んでいきたいと思います。ではまずは正面のバブルからいきます。では続いてはこちらのカロンです。この音はカロンがバラバラになって倒れます。では続いてはこちらのテレサです。では乗せてみます。おー、初代マリオの砦ステージの BGM です。じゃあこのまま動かします。うわー、すごい、テレサの鳴き声がする。うわ、めちゃくちゃいいぞこれ。うわ、これ素晴らしいな。ではもう一回鳴らします。テレサを倒してみたいと思います。あ、テレサについてはキャラクターパックのものと一緒ですね。ちなみにこのテレサなんですけど、倒せる方法があります。はい、こちらの無敵ブロックを使います。これを取るとテレサを倒すことができます。ではやってみます。倒すとテレサの鳴き声がするので、めちゃめちゃ素晴らしいです。はい、それでは最後にこちらのクッパを倒していきたいと思います。まずは両腕を上げます。じゃあこのままアイテムを取ります。では反対側もします。これレゴマリオでも力入れないと全然上がらないです。ああ、勢い余りすぎてテレサの塔が倒れました。ではこのリフトを使ってクッパを倒します。まず一回 BGM を確認したいと思います。ああ、マリオランドの BGM が流れるんだ。僕クッパ戦の BGM で好きなのはマリオ3の方です。クッパの BGM が収録されているのがすごいと思います。ではクッパを倒していきます。あれ、クッパが全然動かないぞ。腕がつっかえてました。これでいけそう。よし、これで。ああ、倒れちゃった。よし、じゃあ倒した。ではクッパを倒します。
おー、あー、充電が。いやー、ごめんなさい。いいタイミングで、レゴマリオと電池がなくなりました。今さっき電池を買い終えたので、もう一回クッパを倒します。では、行きます。はい、こんな感じです。クッパは10回踏んづけると倒すことができて、クッパの声が聞けますので、これはめちゃくちゃ素晴らしいです。それ以降は、こんな感じです。はい、レゴスーパーマリオ決戦クッパ城チャレンジはこんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオ決戦クッパ城チャレンジを組み立ててレビューしてみました。今回組み立てたクッパ城はめちゃくちゃ良かったです。まずこのクッパ城自体が思ってたより大きくて、さらに他のスーパーマリオの拡張コースと違ってめちゃくちゃギミックがあって素晴らしかったです。個人的に今回のギミックで好きなのはこちらのテレサのリフトです。リフト乗って動かすとテレサの鳴き声がするのがめちゃくちゃいいと思いました。それと僕はこちらのクッパの石像もすごく良かったです。ちなみにこれ聞くところによると、この決戦クッパ城チャレンジなんと絶版品です。おそらくなんですけど、今年の夏頃に新しいクッパ城が出るんじゃないかなって思います。もし出るとなったら、多分クッパは骨クッパとして出るのじゃないかなって思います。それとあと BGM はマリオ3のクッパ戦の BGM も入れてほしいです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。